四国のエグゼロブザのコミです。に、みたってちょっとこだわりを言っていきましょう。はい。誰からいきますか。じゃあいきます。はい。僕のはこちらです。おーい、まあ、とりあえず車にはエンブレムが必要だなってことで、うん、この青いこのエンブレムをつけます。これは、家具を滑りやすくするやつ。まあ、正面から当たってくるじゃないですか。滑るじゃないですか。ここに当たるじゃないですか。ジエンドです。ジエンドバーン、ジエンドですよ。ほんと超滑る。滑るんですよ。で、もう一つ。これ実は、中に油粘土を詰め込みます。重量級です。うん、そうだろ、重量級です。3個分ぐらい。やべ、やばいやばいやばい。重量級です。全然ちゃうやん。以上です。名前は、名前は、白鵬です。いいよね、これ。こちらでん、やば、小学生、小学生、小学生、そう、あ、そういうこと。学生でもできる改装みたいな。そうだ、文房具だけでやってみました。全部100円なんで、安価ですね。非常に安く仕上げて。なるほど。ポイントとしては、まあこの消しゴムですね。衝撃吸収ですよ。ここでもアタックできるからね、こう。あー、わかる。ウィングリング。そうそうそう。名前は、まあ西中最強万事で。僕いきますか。今回強さっていうポイントだったんで、まあ、強さといえばヤンキー、ヤンキーといえばヤンシャ、うん、ということで、やっぱそのヤンシャにしました。はい、僕はこちらです。なるほど。ヤンシャすぎるわ、ここ。すごいもんね、これ。うん、これは実際そのヤンシャで調べて、ありと あらゆるそのヤンシャの要素を詰め込みました。うん、だってもうずってんもんね、ずっと。でもヤンシャってその無駄であることが強いというか、大きく見せてるっていうポイントなんで、だからその あえてそのいじってません、もう見た目、威圧、そこの強さ、結局そこだからっていう。ヤンキーもだから根は優しいじゃん。多分中身はいじってないです。上等、名前、名前は上等。これ強さとは。次俺なんですけど、もう俺はね、あの攻撃力特化にしました。なるほどね。なるほど。こちらですね。うーわ、殺せるもん。うーわ、なにこれ。なに赤の釘って。これ赤はまあ、うん、強そうだから赤にして、釘でもう相手のバンパーをボッコッと。なるほどね。あともう一つ注目してもらいたいのが、これ光ります。やば。以上。あとはまあ、一応俺免許持ってないんで、教えてもらうか。あ、大事。これ大事ですよ。名前は、名前はシャイニングダークネスです。ダークネス。なんで学校選手権昔ここまで。小柳です。いい、ちー、間違えた。なんでだ。じゃあ行きます。はい。いや、まあ俺はね、ちょっとこのこんな感じです。この間で衝撃を吸収して、こっちで攻撃をするとか、もうどうでもいいんです。こっちの紹介はどうでもいいんです。紐ありますよね、皆さん。これは今日こいつを使います。いや、どうでもいい、めちゃくちゃどうでもいい。ここにこれをくっつけて、スーパーリストだよ、だって。なんでもいけんのよ。そりゃ強いですよ。すごっ。戦闘じゃん。もっとあったろ、こっちで。今日は、俺はここがね、紐の改造です。不足だよ、です。名前、まあスーパーリストですね。名前、そうもうね、こっちです。リストが大事。メインはこっちです。なるほど。じゃあ僕いきますね。やっぱヤンキー、うん、ヤンキーこそが、まあ、強さの象徴なんじゃないかな。はい、はい、まあ、それも今回変わらずで、タイトルはもうゆえに強さ。おっ、ゆえることが確定してると。確定です。こちら、おお、マッキーキーやん。やばっ。何これ天井定義遊戯独尊って。下方角がよくね。ヤンキーすぎるわ。俺が中心にいるんだ。そんな意味も込められた。ゆえに強さ見せますよ、今日は。まあ、まず見せます。こちら。ピックをいっぱいつけてるんですけど、僕、ピック捨てれない人で、俺、取っといちゃう人で。わかんないけど。で、それがあったなと思って、この全部余ってるやつを持ってきた。今使ってんな、このアイバニーズ。まあ、エンブレムみたいな、ありがたいことで、僕、ちょっと遠藤を組ませてもらってるんで。もらってねえだろ。ダメだろ。まあ、テーマは感謝ですね。
今までありがとう。ここでも勝とうな。乗せてるだけだろ。あば、やつは、ば、ば、ば、感謝ダメだろ。感謝ダメだろ。今のもろ、感謝もろだよ。俺はテーマはシャイニングボンバーです。テーマじゃないんだよ。名前ふざけてる時やばいじゃん。こちらですね。クソ手抜きやんお前。これが自分の。てかバランス悪くてこれつけたじゃん。今回ですねシャイニングなんですけど、はい、系統が3種類あるで相手をめくらましってことです、ね、一応マジかいと思う。かぶるやろ。コンセプトがなんで芝居用時間あんのに言わない。俺の竹とんぼはこちらです。タイトルは安全第一です。まあ内容から説明しますと。ちょっと待ってください。誰も納得してない。まだそのはい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 じゃない。誰も納得してないまだ。まあこちらの反射板、はいはい、こちらで相手の注意を引きながら、はいはい、こちらのウイングで旋回性能を上げ高め高々と飛んでいく。という作品。あいつの注意納得した。何しょうがない。危ないよ。あまりにも。回すよ。分かったことでしょ。分かったことでしょ。まあ別にね、それがちゃんと回って滞空時間もすごければ俺らも何もやりません。まあ確かに。改造って最初はディスられるもんだから。そうだな。気にすんな。いくぞ。2番目、はい、僕です。僕は、特に竹とんぼの方にはほとんど細工せず、ゴムを巻いただけ。ここは一応滑り止めですね。なるほど。ここに紐を巻いていきます。飛ばす機構の方に改造しました。手のこれじゃなくて、あ、これは内容次第じゃ本当に違うよりひどいから。まあ分かんない。でももうそのプロセスはいいよね。今の、考えてる。本当にいいですか。いいえ。コマ、コマみたいな。あーなるほどね。回転力コマの、そうそうそう、回転力も上げて。トンボでやっぱコマっていうのどうすか。紐で例えで食べ物出したみたいな。確かに紐でその回転力を上げるというか。確かに、まあいいですか、ね、やんないも同然だよ。ディスられてますよ。ディスられてますよ。いや、待って。ディスられてますよ。あー、まあ結果見せていきましょうよ。そうですね。あー、出た出た。これスーパーリスト、まあ、手首の方も兼ねて、はい、これ引く時に折れる可能性もありますから、ね、やっちゃう可能性があるんで、はいはいはい、実際あれの手首はどう思います。いや、別にいらないだろ。いやね、いや、万が一があるから。そうです。結果見せましょう、結果で。脱臼してるから。確かに、そうだ。経験があるからさ。2個いくと、関節ビンゴになるからさ。僕です。散々言うてますけどって感じですけどね。これはこれから始まってて捕まえたの。トンボ、トンボ。そうだ。トンボ。いや、そうだ。トンボっていうか、その美しさってまず考えたの。考えたら俺も完全蝶だと思ったわけですよ。アゲハチョウがやっぱ一番美しいなってことで、その見た目をアゲハチョウに寄せようと、これをアゲハチョウ捕まえてきたよっていう。ああ、それはでも少年の心を忘れないという意味も込めてのこの設定で、これちゃんとアゲハチョウになってるんですか。ちゃんとここもなんかアゲハチョウに沿ったやつ、まあ、一応改造するっていうのはやっぱ軽量化しかないんですよ。もう竹とんぼって改造するって言ったら、でちゃんと穴開けて、なるべく軽くで、蝶がどうやって空を飛ぶかといったら、ここでね、こう飛んだ時にここの風の気流みたいなのなんか生み出して飛んでるんですよ。だからもうそれはさすがにもうこれで作っちゃおうっていう。どうも、風が出るんですよ、風が。あー、あまり強いとそのこいつに影響出ちゃうから、ここら辺でねこうやってやって、そうそうそう、こう、こういう流れを。もう永遠じゃん。そう、永遠。名付けまして、夏の終わりにアゲハチョウです。僕なんですけど、おう、なんかもうやる必要あるっていう。俺からしたら、じゃあやめるか。いや、じゃあやめるか。君たちはやめるべき。あー、そうやらなくては。僕こちら、やばっ、やったわ。やばい、ついに本当に改造してきやがった。泥トンボ。泥トンボ。なるほどね。挑戦だからね。泥トンボ。まあ可能性ね。トンボが
挑戦だ。それね、ドローンをつけちゃいました。ドローンを。ドローンをつけちゃいました。ドローンに、ドローンにつけたんじゃない。ドローンをつけたんだ。ああ、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 こいつはもう見た目もよし。確かに。耐久時間もよし。かっこいいね。ということで、もう、さっきのこれ、操縦機もあるんで、やっていいっすか。いいっすよ。しゃー。テーマは、一応ポケモンショーなんですよ。うん。ポケモン GO で。お願いします。改造選手権プラレール編ブスさんどうのホタテです。下しろ。はい、じゃあ俺から行きますね。はい。俺の電車はこちらブルトーザー電車です。なんて。ああでもぽいかも。ちょっとぽいよ。ちょっとぽいよ。破壊力と言ったらブルトーザーなんて何でも。なるほどね。確かに確かに。力が必要だと思って電車にブルトーザーを加えてここになりました。いいや。またライトですか。ライトはつけました。めちゃ欲しいです。めちゃ欲しいです。いらないんですよ。何の関係もないんですよ。僕いいっすか。はい、僕こちら手抜きじゃない、手抜き改造じゃないですか、これ。あれはひどい。粗悪じゃない。これはひどい。いや、まあいろいろわけはありました。はい、僕最初ね、この車がラジコンになってて、あー、はい、頭につけて、はい、ラジコンの走る力でガーって行って、あー、あー、はい、ラジコンが速いんだよね。全然走らなかった。レールが細くて無理だと思ったから、上に乗っけて重量級みたいな。なるほど。で、まあこれ指ですけど、まあこう、あの、思います、これよりこの近くなる。ああ、確かに確かに。そういう理論で、もうね、バンバンですね。でもやりたいことはやれてないんだ。そう。妥協。いいですか。はい。これはこちら。すごい。やばいよ。こちらです。テーマはそう、飯。飯。ディナートレインです。おー。フォークとナイフがついてる。ナイフか。ナイフ怖い。ナイフね、怖い。ちょっと気をつけてもらって。どっち前だな。こっち一歩。こっち前。ナイフは。ナイフいらん。飾りだから。なるほどね。必要そうだ。まあ本当フォーク言ったよね。まあリーチだね。こうだったら。ポイントやってくれる。ブルトーザーとどういう試合するのか。そうね。僕、最後、はい、考えたんです。これはやっぱ一番強いものは何だと。やっぱ人間が作るもんだから、人間の中で強みのところをプラレールに込めようかな。あ、わし人間で一番強いとこどこだって考えたら拳だったんですよ。おお。だから僕は拳を作りました。やばい、めっちゃくちゃ怖い。造形。でも俺はちょっと金色好きじゃないですか。やっぱ金がやっぱ一番強いよ。うん、俺今日改造してね。ドラえもんだもん。改造か。いや、これね。手がね。手のリアリティはごめんなさい。僕の技術には限界があったんですけど。そう、だからもうグーが走ってくる。ああ。それで一発で決めるぞっていう。でも僕はあの1車両だけ。満足しとれんです。満足しとれんね。魅力！こんにちは、クエス！いきますか、それぞれ。はい。はい。めちゃめちゃ馬鹿にしてるよ。中に一応粘土を仕込んで重くして。出た、あるあるじゃん。重量。で、これで跳ね返してやろう。ポコーンとやってしまおうということで。おい、笑ってんじゃねえぞ。一番笑ってますね。これで殺す。いや、もう勝負いきますね。そう、はい、かっこいい。はい、ルーベです。名前は？ヘビーコングです。はい、じゃあ次、これ出たよ。でも一番改造したミニ四駆臭いね、これなんか。いや、これドリルで。でも、もうニッチの欠点的だよ。そうですね。ガーンっていけば、破壊できるんで。なんかありますか、こだわりは。そうですね、一応ライトつけたんで、今回も。一応。そうですね。まあ今日も。これで、牽制してしながら。牽制。そうです。まあ、ここで、異常に傷狙っていこうと。はい、そうです。名前は。ジャンボドリルロイドです。お願いします。つい光りますね。ついで私、まあ、みんな待ってましたよね。こちらです。ああ、まあ改造というか、もう俺の色に染めるやつ。まあ結局拳だと毎回言ってますからね。ちょっと反ってる。反ってます。こういうタイプのグループで行こうかな。まあ男それは四駆っていうタイトルです。一
応。まあ、目に変わってるわ。まあ、ミニ四駆って基本が速いんで、粘土とかもね、これ軽いやつ使用してるんで、今回は優勝じゃないかな。なるほどね。シンプルなグーが一番強い。証明します。ありがとうございます。僕、最近調子悪かったんで、改造の。そうですね。まあ、メンタルだなと思って。また変なこと言う。また変なこと言うじゃん、それ。なんかもう多分、そのままでも強いのよ、ミニ四駆。それはそうだよ。だからもうメンタル、気持ちの部分で、勝っても必要で。僕、こちらです。何ですか、それ。僕は、動物の王を集めた。あー強い動物たちを。あ、なるほどね。なるほど。まあ、これだけじゃない。まあ、あと、まあ、メンタルなんで。はい、はい、そうですね。まあ、今回僕たち、レーサーじゃないですか。そうですね。レーサー自身もちゃんと王になる。あー、ヘルメットを見る人も。なるほどね。今日はおっと、いっぱいあるね。グローブ、これです。じゃあ今日はこれでいきます。結構見えない。試合の時はそれでいきたい。はいはい、わかりました。お名前はありますか？サファリ1号ですね。改造サンディちゃん。声はなんか出そ、出せなくなったらおしまいだから、せめて。行きましょう。名前ですね。はい、どうしました？ガサガサですか？ガサガサ。ダークフレアライダーです。ダークフレア、ダークフレア。まあコンセプトは闇の世界を走る三輪車。ああ、なるほどね。作りました今回は。でまあこれですね、この尻尾、これが特徴的な針で、ここに毒も仕込むことができます。本当ですか？自分に行かないこれ。これですね、ライト出ました。いつものです。改造、そうです、改造、鉄板の改造。悪魔にもらった。悪魔にもいただいたんですよ。いただいた、いましたね。一応ね、ケツついてればいいんで、これで漕ぐこともできる。あ、そうですね。これを一応使おうかなと思ってます。ダークフレアライト、なるほど。はい、今回、まあ、見てわかるように戦火の中でも戦えるような三輪車。なるほどね。今回戦場のハロウィンパーティーです。あー、あれ早いですね。戦場のメリークリスマスに対抗して。あー、なるほどね。ハロウィンパーティーで、この2丁のガトリング。はいはい、ガトリング。おお、ガトリング一番好きなやつじゃん。あとまあこいつ、空気銃をちゃんと装備して。出るやつですね、多分。出るやつです。おー、いいですね。出るやつです、ちゃんと。で、まあ自分の身を守るようにこのヘルメットですね。加藤浩一のスピリットを。いや、もうちょっとお前だけや。加藤浩一のスピリット。加藤浩一の、加藤浩一好きだから。急にルーキーされてテンション上がりやどして。あとまあちょっとケツがでかすぎるんで、ちょっとクッションを乗りやすくしました。いいですね。あとライトと、いいね。それね、いいですね。です。僕なんですけど、はい、まあ、僕はやっぱりそのこれまでヤンキーが最も強いんだということを定義してこれまでやってきました。悪いや。金という配色に俺は結構重きを置いてたんです。そうだね。でもヤンキーって実は金だけじゃないと、うん、いうことで今回パープル。おお、ヤンキーパープルにしました、ね、僕は。で、結構夜作ったんですけど、朝見たら思ってた色とちょっと違いました。鮮やかな。もうちょっと黒いビビットビビットパープル。はい、そうです。 JK が好きな色だよね、これ。そのパープルって今回生かしてもらおうかなってことで、ね、はい、仕様はね、男性ヤンキーってことで、特徴的なのはこのハンドル。これがもう威圧感。三輪車ってやっぱどうしてもこじんまりしちゃうんですよ。あ、はいはい、それでも大きく見せるっていうので、まあ、鬼ハンですね、ある意味。鬼ハンだね。で、今回も鬼って書いてます。テーマ鬼なんで今回強いもん。全部紫の、もう本当にシンプル。ダブルマフラー、ダブルマフラー、ダブルマフラー、エグい音する。ダブルマフラー。まあだからタイトルをつけるならば、うちら鬼じゃん。JK じゃん。まあヤンキーも言うからね。言うね、このちっちゃい風で。そうそう。うちらのカタカナの。まあ本当にケツがついてればいい。まあ足だったりとかでも脚力。そこはヤンキー。あとはもう投げ倒していってもいいかな。そこは。まあそこは別に一応レースある。です。はい。僕は、まあ、ちょっと大人のかっこよさを出しつつ、まあ、速いかなっていうので、うん、名前は、まあ、フーマーなんですけど、
フーマー、あの似てるのはあるけど、そうですね、確かにフーマーです。フーマーなんで、でまあポイントとしてはまあ全部かっこよさですね。振り切ったのはナビだよね、カーナビだよね。ナビナビついてる、カーナビついてる。でまあ香水、これは香水、匂い、香水だから車は絶対いるから。ああまあ匂いね、匂い、車内環境と、まあこれはまああれだよね、あのまあ556まあこうシュッシュシュッって走りながら自分でメンテナンスできるなというところ、ロマン詰まってますね。まああとはまあターボエンジンを、ターボエンジン、ターボライターですか。ターボライターです、それは。まあターボエンジン、黒通常ターボエンジン。なるほどなるほど。まあ一番はですね、まず音圧でスピーカーを、音圧スピーカーを搭載しました。おお、すごい修理、結構でかい、すごい。この音圧でここら辺でも聞く、熱くる、全然来る。あ、もう近いのきついもん、やばい、近いのやばい。いいじゃん、キック入ったらもうやばい、すごいよ。ああなるほどね、 A メロからすごい。流さないですね。敵の攻撃を守る。大事な、一番大事。以上。いいですね。改造選手権、たけるま編。よいしょ。ルートのファイヤーズ。一、二、三、一、アップしていきましょう。はい。じゃあ俺のからいいですか。はい。はい、来た。あ、そういう、ね。乗ってきたぞ。来た来た来た。おお。こちらですね。竹うまやん。これはあのワニの力を宿すためにここにワニのグリップをワニで、あ、それもワニコーティングしてってことはクロックスも、クロックスで、クロックスってワニだっけ。クロックスワニだよね。あ、そうなんで、ここの先端にもクロックスのロゴを。それはね、いらんやろ。ワインの力で、まあワニですね、宿して、宿してんな、宿してこれですね。どこに宿してるの。もう竹馬に宿ってるから。これはもう靴張り付いてるんで、確かに乗りやすいかも。絶対にここ剥がれないんで、あ、いいね、無敵です。あ、でもそれやば、早いかもしれない、無敵です。うわ、その発想なかった。いや、それいいね、いいねです。名前は、あ、名前だけ聞くの。名前はまあワニワニハプニングです。え、なんか怒るじゃん。なんか期待してね。続いて千葉さん行きますか。はい、行きます。おお、来た。おい。竹馬っすね。いや、竹馬なんですよ。竹馬っすね。また竹馬。竹馬と竹馬型が来た。まあコンセプトとしては、うん、安全性を求めた、追求した竹馬になっていて、まあ俺自身竹馬得意な方なんで、あ、なるほどね。事故さえなければいけるかなっていう。ああ、なるほど。だからもう事故起きないように。担ぎみたいな。そうですね。あとこれ一応クラクション役。あ、危ないよ、危ないよ、何があるか分かんないもんね。前にいきなり来たらってやって、やなるほどなるほど。まあ一応ね、ここにボールついてるんで、はい、もしなんか邪魔なやついたらこれ投げて、え投げようなの。これ投げる、投げるんで。そうなんだ。まあ自分がガーンってぶつかるよりは柔らかいボール投げた方がまだ安全性としてはいいよねってことね。はい、名前はあるんですか。まあ安全第一。あ、シンプルに安全第一。僕の持ってきます、はい、待ってたと思うわこれ。剣かな。だいたい色合いは想像つくの。ホヤの場合は怖い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 。もういいって、もういいって。そっから乗らんでも。これです。俺前回紫だったんですよ。ああ、そうだ、あえて休んでたんですよね。なるほどね。この金を一番金合うなと思って今回。おお、だからもう金にして、これもともと鈴ついてたの、うん、いやそれもっと強化しようと思って、うん、ここちゃんと鈴つけて、やっぱこれちゃんと乗るとこうやって鳴るから。百鬼夜行と言います。百鬼夜行今回は。まあこれでもうほんと1位目指したいな。何、なんか変な漫画見たろ。ああそうそう、悠々白書。ブリーチ、ブリーチ、ブリーチだわ。ブリーチ見てるやっぱり。あと鈴って焦んない、焦んない。ああ、チャリチャリみたいな。プレッシャー的な面も含めてのということです。なるほどね。ありがとうございます。はい。じゃあ僕持ってきますね。はい。持っていけないんで。え、なんで？竹馬のはずなんだけど。一発勝負みたいなのがあるから。あ、一発勝負。鳥人間コンテストと一緒だ。ああ、なるほどね。あ、そういうトン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 系ね。
違うとこに足ついてるんだけど。何これ。全然わかんない。何をするんですか。この企画やるってなって、うん、あ、オッケーオッケーってなってたんだけど、思い返すと俺竹馬乗れねえなって思って幼少期に竹馬で遊ぶ文化がなくて、うん、あー確かに。今思うといざこれ届いて、うん、ちょっと乗ってみたら俺乗れなくて、俺はもうなんか見た目とかじゃねえってなって、だったらもう物に頼ろうと。なるほどね。もうハンガーラックっていうかね、に本来こっちについてる足を、あーいいね、付け替えてスキーです、ね、スキーだ。でもまあ一番改造、確かに、まあね、一番見た目は変わってる。確かにこれが本来の改造だったのかもしれん。これに乗ってこうですよね。こうですよね。逆にちょっと俺らは竹馬乗りたくてその発想がなかった。確かに俺らちょっと竹馬乗りたかったんだよ、ね、乗るのは前提だった。これは結構大穴ですね。そうですよ、うん。改造選手権キックボードということで、ガイスミスターにします。まずは愛車紹介からいきましょう。はい、誰からいきますか。はい、おありがとうございます。むしろありがとうございます。バギバギいってます。今準備してる、うん、いやでもなんか寸前でつけなくちゃいけないものなんじゃないのかな。あれは寸前じゃなくていいな。もっと準備できてたわ。僕の愛車はおこちらです。なにこれ。こちらはですね、うん、どっちで喋ったらいい。まず、いや、こっちでも大丈夫です。でも大丈夫です。でも大丈夫です。名前から。名前あんの。はい、ライディングテングアルファアンダテングライダー。ちょっとテングライダー、待って、せいせい、ライディングテングアルファ。テングアルファがこっち。うん、こっち、はい、アンドテングライダー。テングライダー。テングライダー。まあ、速い改造っていうのは難しかったんで、今回は精神的にメンタル的に強そうなテングをみんながビビってるんじゃないかって。そうですね、いうことです、はい。まあ、あと改造した点としてはこちらです、ね、あ、目が光る。いいね。夜間走行光り好きだよな。光り好きだな。あとチカチカしてる。おー、いい。パッシングだ。煽りもできんだ。いやでも確かに今日は煽り運転ありですから、はい、世間ではダメですけど、はい、キックボードレースはありですからね、はい、ってな感じです。はい、はい、僕早かった。あっさー絶対後だったけど。まあみんなね、待ってると思う。その今日待ってるもの持ってきました。結果的には低いの来た。そうなんですよ。で今回はね、まあ皆さんご存知の通り、まあ金塗装、まあこれもマストでやりまして、はい、で今回のテーマはもうエリートヤンキー。エリートヤンキー、うん、キックボードって基本全て立ちじゃないですか、はいはいはい、で漕いで勝つって、うん、けど俺はこの座ってゴール切りたい。最後にだからその優雅にヤンキーの中でも余裕を持ったっていうところで、ちょっとこう普通のキックボードよりはね、やっぱりどうしても劣る部分はあります、はい、やっぱり邪魔なものは多いですし、うん、まあしっかりとこうやって漕げないと、うん、そこ乗り越えていくのがヤンキーだから。なるほど。エリートヤンキー2020です。おー2020。だからもうゴールはこれに座って僕は行きますから。はいはい、いや、1お先失礼します。真ん中に何かあんの。あ、そういうこと。なるほどね、面白いね。こちらです。おお、すごい。こちら名前はコウスケさんはキックボードで移動しています。ウーバーみたいな。ウーバー仕様ですね。色もってことですね。チャリでその携帯でね、ちゃんとナビ見てライトついて、ブレーキもついてる。ブレーキはないです。ブレーキ風ね。見せかけです、まあ、ブレーキこっちだから。チャリンコ風に改装しました。確かにそれ、確かにウーバーの人速いからね。そう、チャリ気持ちで速くなる。今日みんなメンタルだね。メンタルだよ。スピードアップできない。そうだな。だからまあ勝ち方がどれだけこうかっこいいかというかね、うん。実用。おおってことはもう何、もう速さいや、それじゃ強いな。積んだもしかして。積むもの積んだ。だからもうここちょっと寄っといた方がいいかもね。あーこっちでかいかも。うーんとかさ、行く可能性あるからね。なんでさ、全部物盗まれた。改造しようとしてたもの全部盗まれたとかではなくて、ハンドル取られて超軽量化。あーあー、なるほどね。軽量化、なぜや、
でもこの太さ、うん、もう野菜しかないな。ここのね。そうそうそう。ごぼうが一番出てきちゃったから、ごぼう以外が逆に脳に入ってこなくて。あ、ごぼうのみ。まあネギはまあおまけだよね。ネギおまけなら取った方がいいんじゃない？軽量化なら。意外といい感じだから。これも軽いですよ。野菜。どこ持つの？どこ？めちゃめちゃかぶち。どこ持つんですか？どこ持ってるんですか？まあここだよね。あ、ネギではある。ネギでは。上、まあ、ごぼう余分じゃないですか？ここでもいい。あ、余分でもある。余分でもある。だったらごぼうじゃなくてもそこにネギつけて。高調節ですよ、こう。ああ、調節もできるのね。ああ、なるほどね。ハンドル切れるんですよ。切れますよ。あ、切れてね。確かに。どうするんですかこれ。いや疑問もいいけど、レースで見せてくれるんだよな。あんまり聞くな、野暮だよ。野暮だ。ごめんなさい。確かに。野菜生活。野菜生活。野菜生活。名前がごぼうとネギの。人参とか欲しかったですけどね。人参自分でなさい。ごぼうとネギの。